本気出します。これでいけるでしょさすがに。テオテスカトルで戦力6万5000超えないんですけどどうすればいいですか。テオテスカトルにテオテスカトル使えばいいですよ。テオテスカトル相手にテオテスカトル使うと割と超えます。6万5000。古竜院残しておいた方がいいですか。古竜院はまあテオテスカトル上げれるまで上げて残ってる分はって感じですね。集めれる分は集めといた方がキリンでも使うので、なんでアタッカーにテオテスカトルをくっつけるっていう。非耐性一応25あるんで、で火力伸びるんでこいつで、ステータス高いんで。大型免許必要なテオに乗った空母し転倒する。そういうこと、そういうこと。事故起きてますけど、それここ列車入る。テオニャンマジ強えな。こいつマジで強いっすよね。しかもちょうどいい感じで、このゲームって5ターンでだいたい記憶石溜まるんで、その5ターンの間火力伸びてくれるっていうのはマジで偉い。テオテスカトル、いやーマジ最強っすよねこの音も。なんで、え、なんで、なんで転倒向こうじゃないの。は、いや分かんないんですけど、これ理解に苦しむんですけど、なんでこいつ転んでんすか。一回やるか、これで回復しないかな、転倒向こうだからっつって。そんなことない。え、なんで転んでんの。ルーナのバフがかかってなかったもよ。え、あ、切れたんか。ちょうど切れるタイミングでピンポイントにやられたってこと。そんな上手なことある。こっちでいっか。向こうとは言ってない。ここで撃つしかないですよね。これ2段階よね。 OK ドン。あ、火力すごい手鬼乗っけた、手鬼乗っけた空悟くんすごいっすね。いけたわ。転倒してもいけるわこれ。でバフ継続させて、そうか転んだからここで打てるんか。ドン。あー惜しい惜しい、非常に惜しい、非常に惜しい。なんでこんなテイクやってんの。あー、いける、ワンチャンワンチャンワンチャン、いけ通常で倒せ。はい、ナイス、よし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 、みーちゃんゴンベしました。よし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 、へいへい、空母修行足りないじゃないのあれですね、師匠が出ましたね。向こう剥がし、向こう向こう、2回目の転倒事故は免許剥奪。いや、いけましたね、いけましたね。最後ちょっと不細工な勝ち方しちゃったけど、7ターン狙うんだったら絶対あそこで列車入れないと火力足りないはずなんで。クリアは全然いけますねこれでね。なんでルーナの枠を氷カテリーナか、できる、まあアシュリーでもいけるかもしれないですね。アシュリーでもいける気がする。無課金でやってるものです。あ、りょうさんはじめましてですかね。今一応リオレーサー種を、まあ、無課金パでできるかっていうのを、決戦10ですね、ミッションコンペですね。8ターンじゃなくて7ターンってのがやらしい。あーですね、さっきね空母の立ち回り、あれね7ターンちょうど回るようになってたんでよかったんですけど。ん、なんで列車、あ、ここはこうなるのか。どんどんで列車をここで入れる。はい、ナイス、よし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 。まずここね、ここ第一関門なんで、で3ターン目ここで殴って連成して連成する。ドン。ここで
フレデリカがあと何ターン、あと1か。じゃあこっちか、ここでしょ。でドンで、この調整が確かちょうどいいんですよね。ドンドン、ほらこれがちょうどいいんよ、これがちょうどいいんよ。マジギリ半分なんよ、ギリ半分で、ここまで完璧で、こっから転倒しないことを祈りながら、フレデリカがあと2ターン持つはずなので、マリアンナにかける。でこの2体は流行まといで連成していく。こっちも連成していく。なんで、あ、なんで、マジうそー、もうかー、うそいな、マジか。ルーナ転ぶか、そこで。なかなかミッションコンプできないんで、これこう夜です。無課金でミッションコンプすればスパチャが。本当ですか、本当ですか。いやマジでもこれでどんなもん、ドンからのドン。いや、いけるぞこれ。バフルーナ転んでなければいけるぞ。てかこれワンチャンあるんじゃん、ワンチャンあるぞ。起き上がる、バフタク。いや転んでなければいけたなこれ。まあみんな言うんですけどね、みんな言うんですけどね。ドン、よしよっしゃーよしよっしゃー、無課金でミッションコンプありがとうございました、ありがとうございました。いけました、全然いけました。テイク3か4ぐらいでいけました。スパチャですね。よし、こんにちは、ドラです。今回は結構1970